おぼうきと石でできたおぼうおぼうとはモンゴルで建てられる一種の毛案である。通常石、または木で作られ、モンゴルの平原や平原にある小高い丘、あるいは山頂や峠のような高所に建てられることが多い。おぼうは主にチベット仏教の祭礼が行われる場所であるとともに、山岳信仰、天國といった宗教的意味を示す役割を持つが、同時に、 境界標識や道標としての役割も持つ。メディアを再生するゴルヒテレルジ国立公園でのお坊の映像モンゴル北部の主に木で作られたお坊旅において道中の安全を祈願してお坊の周りを参集、時計周りに回ることが慣習である。普通は地面から石を拾いそれをお坊の上に積み上げる。また人によっては甘いものや金、ミルクやオッカを備える場合もある。 もし急いでいて、おぼうに立ち寄る時間がない場合は、おぼうを通り過ぎる際にクラクションを鳴らすことでも良いと、される。おぼうは、主に夏の終わりに模様される、山岳信仰と、天狗リズムの儀式にも使われる。参拝者は、木の枝や棒をおぼうに立て青い肩を巻きつける。そして火が燃やされ、踊りとおぼうの北西に座った参拝者に続いて、 食べ物が備えられ、残りの食べ物で縁が開かれる。共産主義期のモンゴルでは、他の宗教と同じく、お坊参拝は禁止されたが、人々は秘密裏に参拝を続けた。ノモンハン事件に関係して知られるお坊に、ノムンハーネーブルドお坊がある。モンゴルのいくつかのソムの名称には、お坊の語が見られる。中華人民共和国内モンゴル自治区パオトーシの死、カツく名に見られるもの。 大辞林第3版、右尿から言バンク、磯田和秀、チベットの祝福、肩の脱量度化と裁量度化、インド、西ベンガル州カリンポンの事例から、初週。カルチャーモンゴリアコドックウェイバックマシン案ン 060501B、ザ・ヒューマンボディ1インタビューに、イングリッシュオボーに似たもの。ありがとうございます。